っています。しかし2アウト、悲願の優勝にあと1人となりました。中西京輝の生まれたのが昭和37年です。タイガースが2リーグを初めて優勝した時に生まれたこの中西、広田の笑顔、川藤がいます。阪神早抜けの川藤にとっても長く長く待ち焦がれたこの瞬間です。田中球審の右手が上がるごとに場内がどっときます。バースゲール、助っ人2人が並びます。市枝、並木、長崎、若い中田投手の顔も見えます。伊藤、ストライク。さあ、いよいよあと1球になりました。今シーズン胴上げまでに聞かれる最後のあと1球コールか。さあ、岡田来いという、いつでも待っているの。止まり、若い止まり。ピッチャーゴロー、中西が一球で送った。ゲームセット。さあ、いよいよ阪神ナインが夢にまで見た胴上げが始まります。昭和39年、ベスト103位、チームリーダーとして大活躍。今、西田さんと言われた吉田監督が21年の成長期を経て自称義経としてよみがえり、気力を尽くした采配でタイガースを昭和60年ペナントレースの覇者に導きました。このところ涙もろくなった吉田監督、神宮の夜空に舞いながら、おそらく熱いものがそのまぶたを濡らしたことでしょう。川藤です。川藤の胴上げです。日光ビルドで亡くなった中野社長の魂もこの胴上げの渦の中で喜びを共にしているかもしれません。バースです、バースです。スポン選手が次々と胴上げされていきます。思えば昭和39年、藤本監督の胴上げは全国の樹木が東京オリンピックに集中している中でのひっそりとした胴上げでした。しかし今年は日本全国が異常とも思えるタイガースフィーバー、それだけに感慨もひとしおの胴上げとなりました。開幕以来の全員一丸野球が実を結んで21年ぶりの栄光です。おめでとう阪神ナイン。しかし吉田監督が終始言い続けるように、今年は土台作り、それを忘れずに今年だけの栄光でなく、昭和60年代がタイガースの年代と言われるよう、今後一層の奮起を期待したいものです。おめでとう吉田監督。西本さん、はい、この吉田監督の表情いかがですか。もう感極まって、というそういう表情ですよね。わかりますね。ここまで来るのにね、もうキャンプの時から、いやいや、もっと監督を指名された時からね、一生懸命毎日毎日その勉強、チャレンジ、そういうことの連続できたわけですよね、はい、それがやっとこうして、まあ、花開いたわけですよね。本当におめでとうと言いたいですね。まあ、何度も裏切られ続けてきた、そして今年のまで最後までおそらく阪神ファンは阪神ファンだったと思うんですけども、阪神ファンの皆さん安心してください。間違いありません。そうですね。それとこれを足場にですね、はい、また来年もですね、同じように着実に前進してほしいと思いますよね。さあ、その吉田監督の喜びのインタビューが始まります。それでは優勝しました吉田監督にインタビューです。監督、おめでとうございました。どうもありがとうございました。
ものすごい声援ですけど、胴上げされた瞬間は監督どんなお気持ちでした？思わず涙が出ました。それと数多くのファンの皆さん方がいつも我々を奮い立たせていただいた、その結果は私は優勝だと思っております。ファンの皆様方の声援があってこそ私は優勝できたと本当に喜んでおります。まあ、これからちょっと早いですが、西武ライオンズと選手権をやりますか、公式戦でやった精一杯の一丸となった野球をやりまして、セントラルリーグのために恥じない試合をやってきようと思っております。西本さん、はい、見事な挨拶でしたね。そうですね、もう本当に聞いておってね、ジーンときますね。そして今日はお客さんがね、みんな静かにスタンドで、そうですね、歌を歌いかけておったんですけどね、監督の挨拶の言葉がね、ある時には本当に水打ったような形でね、聞いてくれてましたですよね。ここら辺の地域は立派だったと思います。今日はその100人以上の警官も出まして整理に当たったわけですけれども、神宮球場のお客さんがみんな整然とルールを守って応援をしてくれました。それだけに胴上げも、そして吉田監督の挨拶も、最後まで皆さんが、テレビをご覧の皆さんにもお聞きいただけたことと思います。